ルッキー、もうどこに行ってたの？ダメだよね。本当にお帰りなさい。私たちの村、ずいぶん変わってしまったでしょ。あなたがお城に旅立ってすぐにホメロスという名の将軍がやってきたの。血の通わない冷たい目をしたホメロスは私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれお城に閉じ込められたけれど、あの方はとても親切だったわ。誰も私たちを傷つけなかったし。ごめんごめん、長旅で疲れているもんね。おしゃべりは後、まずは体を休めなきゃ。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。さあ私についてきて。さあみんな、ちゃっちゃか手を動かして。チャンバラは男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。いたいた、おばさま、大ニュース、大ニュースよ。あら、エマちゃんじゃない。そんなに慌ててどうしたんだい？驚かないでね、おばさま。ほら、あそこを見て。よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきり。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり、恐ろしい魔物が大陸中にあふれ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ、あの方が私らの前に現れた。彼は身分も国も関係なく困った人をみんな助けてくれてね。私らを魔物から守りながらこの村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて、大陸中の人々が集まっているのさ。それになんと、あのデルカダール王もいらしてるんだよ。
あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。村を焼かれたことは忘れられないさ。でもね、人を恨んだって仕方ない。まあすぐにとは言わないけど、あんたは王様に会いに行くべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。デルカダール王のテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。行っといで。でもね、喧嘩はするんじゃないよ。無事であったか。わしは長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日からわしの所業は聞いた。何も思い出せぬが、民にもそなたにも本当に申し訳ないことをした。許してくれとは言わん。この業は民たちを守ることで返していくつもりだ。そなたは大樹での出来事を覚えておるか。そうか、わしは何も思い出せぬのだ。ただわしに取り付いていた何者かが抜けていったような。そして気を失い目が覚めた時にはこの砦に運ばれた後であった。のう、一つだけ聞かせてくれ。我が娘マルティナは生きておるか。そうか。報告いたします。英雄の帰還です。今回も逃げ遅れていた民を救い出したようです。さて、我らの英雄殿がお帰りか。望まぬことやもしれぬが、そなたもあやつを出迎えてやってくれ。生きていたのか。よくぞ戻ったな、グレイグ。して成果は？デルカダール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。おいよ、民たちを安全な場所へ。皆聞け、じき魔物どもが来る。戦いに備えよ。
かがり火をたけ。悪く思わないでくれ。グレーグほどの男でも未だこれまでのことを整理できておらん。近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。今夜の戦いをしのげば勝機は我らにある。準備を整え、砦の外に向かうのじゃ。頼んだぞ。新入り、噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって。やるじゃねえか。腕っぷしは確か、運もあるか。うん、あんたは見どころがありそうだ。ちょっと俺についてきてくれよ。着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。最後の最後まで戦い抜こうな。へえ。
気を抜くな。次はお前に構う余裕はない。来るぞ。その体験、その強さ、貴様がクレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面よ。えはははははは。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。魔軍司令殿は気前がいいぞ。えはははははは。お前たち何をボケっとしている。さあ、進もう。グレイグ様、王がお呼びです。あなたも共に。分かった。すぐに行く。
この度の働き見事であった。グレイグ、そして勇者よ、お前たちのその強さを見てわしは確信した。この地に光を取り戻す戦いを今こそ仕掛ける時だとな。魔物の巣窟と化したデルカダール城に潜入し、常闇を生む魔物を打ち倒す。お前たちにこの作戦を任せたい。お言葉ですが、王よ。まあ聞け、わしとて無策ではない。どうにか敵に一矢報いる手はないかと密かに城を探らせておったのだ。報告によればデルカダールの丘の崖上にデルカダール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。城の中へ入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。そなたに預けよう。王よ、私は反対です。その間砦の指揮は誰が取るのです。我らの留守に攻め入られればここは魔物の餌場と同じですぞ。そこを利用するのだ。魔物がここを攻めている間であれば城内の警備は手薄になろう。今こそデルカダール城に潜む常闇を生む魔物を打ち払うのだ。さすれば再び我らに朝を取り戻せるだろう。しかし私はこれ以上民を失うわけにはいかない。だからこそお前にこの作戦を頼むのだ。お前しかいない。このまま夜だけが続けば人の心も失われよう。なあに案ずるな。わしはこの数ヶ月の間を思い知らされた。我が民は強く優しさに満ちて何よりも勇敢だ。一晩だ、一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞ。砦はわしが守る。は、任せたぞ。そなたらは我らの希望じゃ。
グレイグ様、お願いです。少しだけ息子と話をさせて。手短にな。行くのね。何があってもへこたれるんじゃないよ。グレイグ様と助け合ってしっかりお役目を果たしてくるんだよ。母さんも年かね。あたりがこう暗くっちゃあんたの顔も見えやしない。だからお願いだよ、今度は太陽の下であんたの顔をよく見せとくれ。時間がない、行くぞ。息子をよろしくお願いいたします。リタリフォン、ご婦人を砦へ送ってやれ。魔物たちが砦の方角に飛んでいく。我々にできるのは信じることだけか。
グズグズしている暇はない。先を急ぐぞ。ここは通さぬ。我らの勝利だ。上出来だ。
上出来だ。我らの勝利だ。ここは通さぬ。
いや、我らの勝利だ。Thank you.
通さぬ。上出来だ。ひどい有様だな。上に上がる階段まで壊されている。おそらくこの先の玉座の間に常闇を生む魔物が潜んでいるのだろう。神聖な玉座を汚すとは許せぬ。何とかして上に上がる別の道を探すぞ。バカ力だな、グレイグ。ハハハハ、二人とも元気が良いな。挨拶がまだであっただろう。我が娘マルティナだ。
お前たち二人がこの国の未来を守るのだ。頼んだぞ、グレイグ、ホメロス。はいはい。なあ、ホメロス。お前の知恵と俺の力、二つが合わされば、王国一の騎士になれるぞ。そして姫様と、この国をお守りするんだ。ん？おい、聞いているのか、ホメロス。なんだよ。王国最強の騎士に与えられるという、デルカダールの盾が王の資質にあるらしい。見てみたくはないか。いずれ僕たちが手にする盾なんだろ。しかしな、どうやって見るんだ。王の資質なんて魔法でも使えなきゃ入れやしないぞ。誰にも言うなよ。この前俺は一人のつまみ食い犯を見つけた。誰だったと思う？ん？我が王だよ。食器棚の裏から出てきてケーキを一口パクッとさ。あれは王の資質につながっているはずだ。そういうことか。近頃お腹がだらしないって王妃様に叱られていたもんな。今晩台所に集合だ。いいな。お。そうだ。長らく忘れていた。台所に。王の資質へ続く隠し階段がある。しかし、この現象は一体。時を超え、世界の記憶を知る。そうか。それが大樹へと連なる、勇者の力というものなのか。台所は、城の北側にある食堂の奥だ。そこにある食器棚を調べてみよう。行くぞ。成敗してくれる。あの時は俺が衛兵に見つかってこの階段を見つけることはできなかった。王に叱られて城中の鎧を磨かされたよ。ホメロスは怒ってな。と組合の大喧嘩だ。あの頃は悪さばかりして王を困らせていたものだ。だがそうだ、楽しかった。二人でデルカダールの未来を担うのだと心から信じていた。今までの非礼を詫びる。すまなかった。
この先に誰が待ち受けていようとも、俺は戦う。もう二度と俺の剣が道に迷わぬよう、力を貸してくれ。お元気そうで。
何より我が友、そして哀れな悪魔の子よ。ホメロス、やはりお前か。見えや。その短期直した方がいいな。周りが見えていないからお前はいつも空回る。なぜ魔王に魂を撃った。共にデルカダールを守る、そう誓ったはずだ。ホメロス、なぜ、なぜと問うのか。お前が私に。ははははは、何がおかしい。では私もお前に問おう。なぜお前は私の前を歩こうとする。なぜお前ばかりが力を得る。なぜだグレイグ。私はもうお前の後ろは歩かない。愛も夢も光も、そして友も、この世界では何の意味も持たない。あるべきは力、世界を滑る闇の力だけ。私の力を認めてくださるあの方こそが真の王。王の歩みを邪魔する者は私が許さぬ。故郷を奪われ民を失い、友は去った。英雄と呼ばれて戦い続けても俺に守れるものなど何もないと思っていた。だがまだだ。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を救う勇者なら俺は勇者を守る盾となろう。ホメロス、いや魔王の手の者よ。その命私がもらい受ける。できるかな我が友よ。さあお遊びはここまでだ。グレイグ、私はお前の先を歩く。お前はここで朽ち果てるのだ。
我は魔王様の力を受けし、六軍王が一人、色軍王ゾーデ、闇を愛し光を憎む者。我は思う、そなたらは卑しい光を望む者たち、そして何よりな者たち、魔王様は闇をお望みだ。我の命尽きるまで正常なる常闇は消えぬ。なればこの地に光は戻らぬ。そう、汚れた光を癒しましょうぞ。いやぁ勝利を我らに。やっ、ここは通さぬ。くがい、いいな。はっ、おめい、せい、せい、せい、
殺す。やるけ。Yeah!
して、うわっ、せよ、ふふ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 ふおお、私の愛しき闇が気が狂わしい、光があふれ、さすがだな。来てくれたのか、リタリフォン。常闇は消えた。しかし皆が心配だ。一刻も早く砦に戻らなくては。帰ろう。最後の砦に。
誰か、誰か、生きている者はいないのか。王よ、どこにおられる。誰か。この音は。よくぞやってくれた。どいて、もうどいておくれよ。ちょっと、どいて。今まで薄暗くてよくわからなかったけど、男前になったじゃないか。あんたは私の子だ。勇者よ、グレイグと力を合わせよくぞ太陽を取り戻してくれた。礼を言おう。しかし世界は未だ混乱を極めておる。そなたはこの世界の希望、勇者じゃ。どうかロトゼタシアに光を取り戻してくれ。グレイグよ、今日まで我らが王国のためよく戦ってくれた。今宵の勝利はお前の力あってこそのもの。さればお前のその剣を今こそ世界のために役立てる時じゃ。意味はわかるが、砦のことは案ずるな。民は強い。そしてわしもな。なーに、悩むことはない。お前の心はもうとうに決まっておるのだろう。我らが勇者よ、この命、今日からあなたに預けます。勝利だ。
昨日はぐっすり眠れたか。民に眠らせてもらえなかった。ハハハハ、よいよい、それこそ平和の証。ハハハハ。さてと、本題に入るかの。グレイグ、お前に渡すべきものがある。それはデルカダールの盾。お前はわしにとって我が子のようなもの。旅立ちにふさわしき身支度を整えるのが親の役目。祝いじゃ、受け取れ。よく似合っておるぞ。その盾は世界最高の騎士の証。そなたこそ勇者を守る最強の盾じゃ。よいな。はっ。さて勇者よ、道しるべとなる大樹は地に落ち、勇者の剣は魔王に奪われたと聞く。しかしな、わしはそなたの父ユグノア王からこんな話を聞いたことがある。ロトゼタシアにそびえる霊山、北のゼーランダ山と南のドゥーランダ山、その山頂に住まう民たちは何やら勇者とゆかりのある者たちらしい。あの話が本当であるとすれば、そなたは彼らに会うべきであろう。魔王を倒す助けを得られるやもしれぬぞ。ナプガーナ密林を西に進むと、ソルティアナ海岸に通じる谷がある。そこを越えた先にある山間の石礁を抜ければドゥーランダ山はすぐそこじゃ。我らも預かり知らぬ道ゆえ、何が起こるかわからぬ。心して向かうがよい。